どうもー影やんです。今日はですね、やはり睡眠第一と、第一ですね、睡眠第一っていうことについてお話ししたいと思います。えーまあ、昨日の、ね、夜ですね、仕事が終わってからですね、ジョギングをしたんですね。でジョギングして、前回がね、9.25キロやったかな、9キロちょっと走って、で、えー、まあまあ走れたなということで、えー 今回も9キロちょっとの距離をこう走りましたで、えー、その走ってる途中でですねこう僕を簡単に抜いていく、ね、ランナーがいたんですね簡単に抜いていくランナーですねで、えー、僕よりちょっと年上ぐらいの人ですかねほんで簡単に抜いていってですねほんであのー、足取りっちくその足の運びがものすごい軽い方やったんですねまあ痩せ痩せ型の方でしたけどもものすごい軽い方でですね 普通ちょっと抜かれたりするともう一回抜き返したのかとかいろいろちょっと考えてしまう時もあるんですけども昨日はさすがにねスピードがあまりにも違うんでね、えー、もう何て言うんですかもうそういう気にもなる早いなー陸上部かなーとか言って何かの選手かなーとかいう感じでちょっと思いながらですねえー、見てましもうあの抜かれて見てましたほんで、えー、抜かれていかはったところで信号待ちをしてはって で,で,す、ね、で僕はそのままもう走っちゃっったんですねで走ってまたこう僕が前に行くんですけどまた簡単に抜かれてですねやっぱ明らかにスピードが違うっていうのが分かってであんだけこうスピードが違うとあの何、ー、て言うんですかこうこっちはもう何もこう思わないというか、あのー、実力の違いをこう見せつけられることによってこう何て言うんですかねこの闘争心も湧かないその。 ちょっと軽く抜かれたちょっとだけ速いとか言うんやったらまたちょっとあのギア上げて抜いたろうかなとか思ったりするんですけどそういう気にもならないぐらいのスピードの差っていうのをこう感じた。ということはこう実力が大きく差が開くとですね、えー、差を開けるとというかすると、えー、何もこう思われないというかね嫉妬も起きない状態になるんだろうなというふうなことを感じました。だから ちょっとだけ実力が上やたやったりするとですね、こう嫉妬されたりなんたりするんですよね。それがもう圧倒的になんか違うなっていうふうになるとですね、もう嫉妬もこう起きない状態になるという。だからその辺の、えー、実力というかなんかそういうものをこう圧倒的にしていくっていうのがやっぱりいろいろないろんな意味で勝つため勝つためっていうかね、その必要になっていくるのかなというふうにちょっとこう昨日ね、えー、ジョギングで抜かれてね簡単に抜かれて圧倒的な 力の差をを見せつけられたたこことととによっってちょっとそういうことを思いい思ました僕は実力をつけてですね、えー、違う分野ですけどねジョギングに関してはねなかなかそこまでこう、えー、スピードアップもうちょっとはスピードアップできますけどあの機、ー、能発たみたいな人ぐらいのスピードアップはちょっとできないかなというふうに考えます。でえー、今日ののテーマのやっぱ やはりね、えー、睡眠第一ということなんですけどやっぱり睡眠がこう整うということは結局体調が整う、えー、健康であるという状態を作り出せることが多いと思うんでね、えー、これをこう改善するというか睡眠状態を良くするっていうのはすごくこうね、えー、こう大げさに言うと人生を生きる上で非常に重要なことになってくるとその睡眠をしっかりとれることによってですね、あのー、日中のね えパフォーマンスもこう高くなってくると上がっていくとえ高いパフォーマンスをこう作り出すことができると思うんでねこの睡眠っていうのはこうえなるべく自分でこう工夫してですねよくしていく結局睡眠をよくするっていうことは自律神経を整えるということですねで自律神経を整えるということは副交感神経が優位になるようなことをこうする。 えー、それをこう作れる作り出すことができるとですねバランスは良くくなってくると、えー、どうしても今の人っていうのはこういろんなことで交感神経が優位に立つ状態っていうのを、えー、作り出してることが多いのでですね、えー、副交感神経を優位になる状態をこう作り出すというかね、えー、そういうことがこう大切かなと。今今ちょっと僕が今度ねあのー 年末年始の休みとかあるんでですね。どっかね。自然の場所。で、なんかこうゆったりできるものをこう探してみようかなと思ってます。そのその景色を見るだけでこう癒される。それもね、えー、例えばこう椅子を持って行って30分ほどずーっとそれをこう。例えば音楽を流しながら聞くとかですねそういう状態をこう作り出すうん。だから、休みの日はそこでこう。 夕日をずっとと見るとかね、えー、別に病んでるわけじゃないですけどそういうことによってですねこうどうですかねこう脳の中をこうクリアにしていくというかね、えー、そういうことが大切かなというふうに思っています。 で今日まああの睡眠のことを言いましたけども今ちょっと晩ご飯をですね、えー、梅干し中止の晩ご飯昨日も梅干し2個とらっきょう3個とか、えー、そういう状態にしててですねやっぱお腹がやっぱりそれだけではこう、えー、満腹感とかそういうのは全くない状態になるちょっとは食べてるんでまだマシなんですけどやっぱり寝つきが悪かったり、えー、途中で目覚めたりそのやっぱり。 深くなかったり睡眠が深くなかったりとかいう状態を今ちょっとこう味わっています。んで、えー、それまでちゃ,んとちゃんと食べた時はですねぐっすり寝れる状態をもう作り出せたんですけどまたちょっとここでこう睡眠がね以前ほどこう良くない状態にこうなってるただね、えー、結局胃をね休めてる状態になってるんで体はこうすごくこういい状態ですよね。その 睡眠,時間その睡眠時間よりもですね前までとってた睡眠時間よりも今の方が短い時間でこう日中がこうちゃんと高いパフォーマンスでできる状態を。 になってるまあ、もちろんその寝てないわけじゃないんで寝てるんでねあれなんですけどだからその梅干しだけ梅干しとねその梅干し中心の晩ご飯にすることの効果っていうのはちょっと出てるなというふうには思ってるんですけどで睡眠時間をこう短くすることができたらなっていう思いもあってちょっとそういうのをやってるんであとはその。 ぐっとこう寝れる状態を作るっていうかねそれをねちょっとこう自分の中でどうしていったらいいかなというのをちょっと考えているところですね。えー、それはね多分ね脳がねやっぱりその栄養がないことによってこうその起きてしまいよると思うんですね。そのもっと栄養をくれと特に言うと糖分、えー、炭水化物をもっとちょうだいっていうのでこう、えー、脳が起きてしまうところをですねその 脳がえ、脳がじゃない、糖がこうあまり少ない状態でもです、ねえー、寝れる状態の脳の状態を作り出すということですね、これをこ,うこれからちょっと作っていこうというふうに作っていこうというか、そういう形をできるようにこう糖,糖のこう中毒というかね、その糖が欲しい、欲しいと思っている状態を糖が入ってこなくてもその大丈夫な状態、それを作り出せるようにこうしていこうかなと。 そうすると、えー、睡眠が安定してもっとね、えー、胃腸も休めることができて睡眠もしっかりとれてとなると爆発的なね、えー、パフォーマンス高いパフォーマンスができるようになるかなというふうに、えー、今考えております。ということで今日は、えー、やはり睡眠第一ということについてお話しさせていただきました。では今日もよっしゃでいきましょうどうもありがとうございます